はい、皆様お疲れ様でございます。えー、いくいく選挙チャンネルいくちゃんでございますえー。早速今日の話題入ります。今日の話題はですねえー。はい、定番です。静岡県です。えー、リニア新幹線えー、リニア中央新幹線工事についてえー、今日はですねえー。負けるな。jr 東海はい。もう国の。 国の仕事です胸を張って頑張ってくださいということでえ JR 東海に、えー、エールを、はい、今日はそういう会ですね。あのー、JR、うん、じゃない静岡県の中央新,、えー、新幹線環境保全委員会専門部会、はい、という、まあ、委員会が、えー、設置されているということは、ここのところ私何回か申し上げておりますが。 そのね、録画が、えー、公開されておりますので、えーまあ、リンクいつも貼ってますんで、ちょっと皆さん、あの面白いので、えーね、興味あったら、はいえー、ちょっとね、えー、見ていただけるといいんですが、えー、その空気全体をこう支配している、海全体を支配している空気というのは、もう工事を差し止めるための、おうん、ための会議。 えー、どう見てもこれをあのみんなで、えー、進めていこうとかそういうことではなくていかにこの工事があ自然を破壊して静岡県のためにならないかみたいなあもう論調なんですよね。それでもう終始ずっと流れているんですよね。でこれを見てて続ける意味あんのともう10回もね、えー、進んでいるんですが私にはですねそのように見えませんし多分 あの第三者の目から見たら、えーはい、もう私と同じ見方をされると思います。で、その有識者会議、大体もう石橋を叩いて渡るという、ねあのー、石橋でもね、どんな安全な道でも橋と思っても、えーまあ、慎重に渡りましょうというあのお言葉、ば、ことわざですが。 だいたいこのもう石橋を叩いて渡らない、はいえー、なんなら壊すと、そういう雰囲気ですね、はい、でねあのトンネル工事の漏水はすべて静岡県の水だと、工事によって出てきた水はとにかく静岡県、あの隣の山梨県のものでもなければ、えー、長野県のものでもないとで、そこから出た水は全部静岡県に戻せと。 はいまあ、その戻す手段どうするんだか知らないんですけど、まあ、でっかいポンプかなんか作らないと戻らないと思うんですけどね、で掘り出したその土、まあ、トンネルを掘れば当然土が出てきますよね、でその土にですね重金属が含まれていたらどうするんだと、まあ、いわゆる、まあ、言い方によっては資源ですよねで、そういうものが出てきたら汚染されるだろうと。はい、でその あの今、JR の計画では、その汚,染汚染土、その掘り出した土っていうのは、ちょっとその川、あのどこか両岸の広いところがあるらしいんですよ。で、そこにこう固めて、えー、なんか処置をするらしいんですね。まあそういうやり方が、まあ、土木上あるんでしょう。えー、でね、それをね、えー、それは1000年あの、100年、1000年経っても崩壊しないんだなと。 1000年たっても崩壊しない安全だと保証しろみたいなね、そういう言い方をするんですよ、その会議の方々は。また、あの地震があったらどうするんだとかあ、もうそういうお話ばっかりなんですよ。で、えまあ、まあまあまあ、そう,そうですよねみたいな、JR も、われわれは今までの経験もあって、 えー、大丈夫ですからみたいな言い方は、大丈夫とはなんだと、それを証しろみたいなこう、なんか水かけ論が始まるんですけど、し、えー、まいにはですね、これ、川勝さんの言い,言い方なんですけど、その工事現場は危険だと、まあ危険ですよね、それはそうですよね。で、そのなぜ危険かっていうと、何年か前に台風が来たとき、2年ぐらい前ですか、台風19号が襲ったときに、要は山の中の,その道がズタズタになったんですね。でまあ、孤立して えー、そこにの工事現場にいた人たちが、あのまあ、ヤードですよ、ヤードを作ってる、自分たちの拠点となるところを作ってるところにいた人たちが、ヘリコプターで救出されたんですね。で、それを指して、そんな危険なところで、工事する価値があるのかみたいなことをねです、ねえー、熱弁を振るって出したんですが、そんなこと言ったらですね、あなた、あなたが乗って,きた乗っている新幹線のトンネルなんて、ほとんどそうやって作ってきてるし。 えー、日本の土木ってそういうことをしてきたから、今の日本があるんですよね。あの海底トンネルを掘ったり、あ,あんなねあのん、瀬戸内海に大きい橋渡したり、外国まで行って、ドーバー海峡にトンネルね、敷設したり、まあ、東京湾ももちろんそうだし、あと、なんしたっけ、トルコのあそこの海峡に。 トンネルを渡したりすするるのもててて命がけででやってきてるんですよねだから危なかったらやめろって言うんだったらあなた新幹線の乗るのやめなさいよっていうふうに言いたい私はねはいまあ,あのそこでこう取材してた記者の方々はおとなしくそうですねみたいな雰囲気で帰ってきてましたけど、まあ、とにかく終始こういう論調なんですよでやっぱり会議自体がそういうまあ,あの川勝知事の強力なあの意図あの思想があるから 全体にその川勝さんを意識したような代弁するような言い方を有識者も常にしてます。で、まあ一回ですね、えー、19年の4月だったかなあの、有識者を強烈に批判したんですね。有識者があの初めて来たときにあの、まあ、もうちょっとや柔らかい論調でこうすればできるみたいな、多分ん、あのー、ね、えー、まあ 川勝さんから見たら JR 側に立ってるように見えたんでしょう、そしたらそれを強烈に批判して、ですねえメンバーから外せとまで言ってるんですよ。で、県知事っていうその立場に、いてそれを言っちゃだめでしょうっていう <laughs> こふうに思うんですけどね、もう川勝さんが普段おっしゃってる思想からは、あの逸脱すると思うんですよ、晩期功労に徹すべしっていうところで、えー、まるで独裁者のごとく、その会を批判してはならないと思うんですがね。 でこれに対して、JR 東海、その会議にいる JR 東海は、その分析結果、その調査したデータを常にポジティブに言うんですよね。まあ、これぐらいだったらあの、それほどの水量にならないから、あのね、下流の,の域の水,源あの水量、心配ありません的な言い方をするんですよ。それとですね、時々こう県側から、副知事からよく指摘されていたのは、えー、当時、難波さんっていう副知事で、 今度静岡市の市長選挙に出るんですが、えー、与えられた課題、えー、を宿題を提出しないじゃないかお前らはみたいなねなんか60個提出したのに返事がよ何十個しか返ってきてないみたいな何個しか返ってきてないみたいなことを言われてんですよでまあそこは私全部会議をね、えー、見ていませんし公開されているのが、まあ、全てではないんですね。 後半になってから始まっているので、前半の会議見てないでわからないんですが、まあ、なぜか答えてないところがあるらしいんですよね。で、常にそういうことがあるので、東海側は、えー、防戦一歩で、えー、主に話す方が、あのすごいこう高い声で、えー、早口、えー、あのちょっと卑屈な言い回しなんですよね。あのとっちめられて、えー、なんか言い,言い訳しているような、なんだろうな、裁判でもないんだけど、 なんか犯人があの言い訳をしてるようなな雰囲気なんですよ、ね、でまああれだけ多勢に無勢で責められたらしょうがないとは思うんですけどもう開き直ってもいいんじゃないかなとは思うんですよ。で例えばですね、えー、またあ,ある水源地の問題、えーまあ、あるじゃないかあのほ,ほぼ水源地工事、えー、その工区トンネルを掘るところっていう に水源があるって言うんですよこの茶色いところは、その掘った地下だと思ってくださいあの。そこの工事区域の地下だと思ってください。で、断層破砕帯といって、えー、あそこはあのー、日本構造線フォッサマグナっていうのの背骨にトンネルを掘るっていうすごい工事なんですね、あの工事自体は。もう中島みゆきが出てきて歌を歌わなきゃいけない感じのね、工事なんですよ。でその 断層が崩れてててぐぐしゃぐしゃににななっっ要は砂利みたいるんでしょうねだからそこに水が溜まってんだよということらしいんですよ。で、そういうまあ調査結果だから、多分ボーリング調査でそういうのが出てるんだと思うんですよ。で、そこの断層破砕帯っていうのは、その砂利があるから、隙間部分にいっぱい水があるんだよっていうことなんですよ。で、その水が徐々に徐々にあの下流に流れていってるんだと。で、下流の地下水の源になってるんだというのが、その県川の あの主張なんで、すよでそこにこの工事、工事によって、えー、穴が開く、まあ、この蛇口はその工事によって、えー、失われる水、漏水だと思ってください。そうするとちゅここの水が、まあ、しぼんでしまう、この水がしぼんじゃうでしょって言ってるんですよ。どうしたら,どうし,たらしぼんかな。まあ、これが キゅっとしぼんじゃうでしょって言ってるんですよ。そうすると、おねえー、出しちゃったらなくなから、地下水の中,中華流域への地下水の水が細る、出なくなっちゃいませんかっていうことを言ってるんですよね。で、えー、そこでですよ、そこであの、ちなみにトンネル工事してるのは、この今、 赤い印のついたあたり、これが水源地で、ここをンネル通るんですね。で、中華流域っていうと、おまあ、この楕円の区域で、えー、何川根町とか島田市とかで、まあもう、もうすぐ海とで、この水源地から河口まで直線で100キロなんですよ。だけど、この川って非常にこう蛇行しているし、支流も多くてですね、えーまあ、大井川がこちら。 あの東側のこの一本、一番北まで通っている、これが大井川本流で、この長島ダムっていう。この辺りから、ちょっと西寄りに、あの川がありますが、これが須又川っていう支流なんですよ。で、こう見ていくと、この毛細血管のように、これ全部支流なんですよね。この細いのが一本一本、すべてが水源なわけですよ。で、こう考えてみると、この無数にある水源のうちの一つの水源。 それまあ最まあ、一番最深部ですけどそこの地下にトンネルを掘るよってことなんですよ。で普通考えればじゃあこの中で、えーまあ、100本じゃ効かない多分この地図にも載ってないような水源があるでしょうから、まあ、100本以上だと思うんですよ。そのうちの1本ですよ。1本の地下、まあ、まあ上にも少しあるからもうちょっとかな。あと一番水量が多いらしいから。あとしてもじゃあ直接 中華流域の地下水がすぐに減りますかっていうことなんですよ。まあ、常識的に考えて、えー、もし水をね、工事でによって生じた漏水を山梨側から戻すんであれば、そんなに減らないだろうっていうことが、まあ、素人的にはね <laughs> あの、考えられるというか、そう感じてしまうんですよね。そそそもそもそのそれは 県側も言ってるんですけど、地下水の流れというのは、この川のね、えー、見えないところを、地下をゆっくりゆっくり流れてるから、海まで到達するのに50年かそれ以上かかるって言ってるんですよ。それご自身でおっしゃってるのに、その水に影響がないことを証明しろって言うんですよ。それもまた酷な話だと思うんですよねで。さらにですよ、この川には、 32個のダムがあるんですよ。で、それぞれから取水してるんですよ。で、それをしていて、全部、うこの何か川にあった時に JR のせいにしようとしてるとしか思えない、えー、そう感じてしまう会議なんですよね。でそもそもですね、まああ、そもそもも何もないか、この,まあ、この真ん中が静岡県と思ってください。この静岡県のこの大井川の流域、この山と山との間で、 えー、要は東側の側が山梨県、西側が長野県で、この間に降った雨が、あの要は集まって大井川になっている。ということは、この静岡県じゃないところに降った雨は山梨県の雨、あの雨水だし、えーこ西、西側は長野県の雨、水のはずですよねでところがですね。 えー、このトンネル、今、山梨県の河口から掘るんですが、あのー、ここから出た水は全部静岡県の水だっておっしゃるんですよ、静岡県は。で、この西、東の斜面に降って染みた水は多分山梨県のものですよね。はい、で,で、えー、長野県側の斜面に降ったあ水は長野県のものですよね。だけど全て、えー これは静岡県の水だとおっしゃるんですよでなぜこの山,あの山梨県が,、あのー、が低くて、このトンネルですね、長野県側が高いかというと、おまあ、工事はお、トンネル工事はこう上り坂で作るのが原則らしいんですよ。でなぜかというと、突発湧水、とあの突然こう地下水が噴き出したときに、えー、要は工事現場が水浸しになって危険だから、 あ突発流水があとも水が流れるように上り坂で掘るらしいんですよ。なので、えーまあ、この場合山口県あ、山梨県側が河口になる場合、えー、こちらに水が出るのはもう当たり前の話なんですよね。で、まあ、実際にはですね、この静岡県と長野県の,この境目あたりがこのトンネルの頂点で、ここから、あのー、少しまた下ります。こ、は、こ、い、これははちょっっとあの便宜上上ううういうふうにに作、あのーはい、図上こうなってますが実際には 長野県側の県境から下り坂になると思っていてください。でまあ、実際にその、うん、県の方がね、静岡県の方がおっしゃりますのはあの地、地下水にね、航空、それから県境の境がないんだと、ね、だからあの出た水は全部自分の水なんだって言うんだけど、逆のことも言えると思うんですよ。この辺がね、ちょっと静岡県って傲慢なのかなと。 でそれに対して、山梨、長野側からはクレームがつかないというのは、やっぱりあの怒らせて工事が遅れるより、とにかく早くリニアが通って、山梨県側と、えー、駅ができる、山梨県も長野県も駅ができる、そのリニアのね、はい、あのできれば便利になりますから、まあ、お口をつむってるという状態ですね。 でそれからこの長尺、先進行長尺ボーリングというのを JR は進めていて、えー、先進行というのは、本校実際にリニアが通るトンネルとは別に、調査トンネルというのを側面あの横に1個細いのを通って、そこで地質を見る。でえー、そ,あのそこでの、うん、危険な えー、地盤はないかとか掘りやすいか掘りづらいかとかっていうのを試すために細いのを一本通すんですよね。大きい工事は大体みんなそうやっているようで今回もそれをするんですがでそのトンネルを掘るためにまた先に、えー、ボーリングをするんですね。普通ボーリングってこう私縦にまっすぐ掘るものをボーリングといってそれをこう岩を抜いてきてあどんな地層だねってこう見るのがボーリングと思ってましたけどこれは横に掘ってその。 先進校の掘るルーートをボリングするで、それによって引っ張ってきたもので、えー、見るから、より正確な値があの、地質が分かるということなんですよね。で、これを今、進めていて、えーえー、山梨県側から、で山梨県から、その県境、静岡県の県境から200メートルぐらいのところ、あ800メートルたかな、ところまで来てると。で、それに対してもですね、 えー、静岡はまたクレームをつけていて、そのどこまで掘るっていうことで、県境まで掘るって文章に書いてあったんですね。で、その説明では、あのー、JR の人は、県境の近くまでで掘るみたたいいな言い方をしたんですよそしたら、それを見つけた難波、あのー、ナンバーあの当時の副知事は、どっちなんだ、県境まで掘るのか、県境の手前でやめるのかみたいな、またすごいけ白でですね <laughs>。 J JR の人はですね、ちょっとしどろもどろになっていました。まあ、その南波副知事がおっしゃりたいのは、その県境まで掘っちゃったら、静岡で水だろうっていうことだと思うんですね。まあ、ちょっと脅しですよね。<laughs> と失礼しました。で、ここでですね、また、あのー、この田代ダム。 ビーアタシロダムというのが突然出てくるんですけど、まあ、あのこのタシロダムっていうところは、この水源、一番上流のダムに当たるのかな、あのすぐこの上がトンネル工事の,あの現場です、この下を掘ります。で、えー、この大井川の水が、このタシロダムというところに、三日月型の,あのダム、池みたいなところに引かれて、これは東京電力の管轄なんですね。で で、この水で発電してるんですであの。発電した水は当然下流に流す必要がありますから、これが山梨県側に流れてるんですね。で、この水をですね、ビ、えーアンというのは取水制限したらどうかと。で、田代ダムに、えー、から山梨県に失われた水をあのトンネル工事によって失われた水の分だけ、えー、戻せばどうだろうと。毎秒 毎秒何リットルとか分かんないけど、何トンだか分かんないけど、その分、太刀城ダムの水、取水制限をして、えー、今まで、えーね、こんな太い管で取ってたのを、細い管にして、えー、取水を制限して、えー、大井川の水がそうすればうし工事で失われた水の分だけ戻すことになるでしょっていう案が出てきたんですよ。そしたらですね まあこれ、画期的なんでいいんではないかということになったんですけど、これは法的な問題はどうなんだと。で、東電の承認は得たのかとか、えいう話になったんですよ。で、さらにですね、これを聞いた川勝父はですね、これはとんだ一件行為だと。あの、JR 東海一企業のくせに、その要はね、静岡県とえ東京電力の、で交わされた約束、要はこれ、 まあ前から問題になってたらしくって、田代ダムにこの東京電力にその行く水っていうのを、要はもう、覆いがあって、もう水が減っちゃってしょうがないんですよね、いろんなところで使いすぎちゃってるから。だから、ここの取水制限したいって言ったんだけど、東京電力も発電はしたいから、あんまりこう譲れなかったんですね。で、そういう古い、まあ、あの問題があったんだけど、そこに首を突っ込まれた川勝知事が、なんかと すごい剣幕で怒り出しまして、ですね越見行為だとで、そんな水はトンネル工事とは別問題だとかって言ってお怒りになったんですけど、この顔ぶれでですよ、JR 東海と静岡県とさらには国交省までここ出てくるんですよ、国じゃないですか、でこの顔ぶれが揃って、そんな条例だか法令,法令だか約束、契約を、ねあのー、もう一回な見直すことなんて簡単でしょう、で党でも説得すりゃいいんだから。 まあまあ、の発電量の都合とかなんかもあるけど、ね、えどっか別の,別の火力発電所なんか原発回せばいいでしょでそれで済む話じゃないんですかね今度はこれだけ顔を揃えて。それこそ国交省が調整する話じゃないですで。そもそもですよ、トンネル工事とは別って言ったって、同じ水でしょそれ命で水じゃないんですか水に名前ついてないでしょねえ。 そう思いませんそもそもこんな、あ、そもそもが多すぎますね。好きなんですよ、私、そもそもっていう言い方。あの、この、こんな条例だか約束だか契約だかを守るために、それこそ、あの、静岡県の大井川流域の住民すべてが救われるんであれば、法律を変えればいいだけなんですよ。なんかあったじゃないですか、今、今だから、あの、今,今も流行ってるのかな、あの、キングダムっていう、あの、真の始皇帝の話。 真がな、大体なぜ滅んだかっていうと、法を、法を守って国が滅んだんですよ。ね皆さんご存知ありません真がなぜ滅んだかっていうのは、法律を守ったがために結局それを施行しておかしい、国がおかしくなっていったっていうオチがありますが、これも法律を守るために流域に水が行かないでわざわざあのこれからまだ苦労して水、あの、貴重な時間を使って帰りしてやめようとしてるんですよ。 で川勝知事についてまた触れますけど、あの何度もこの方おっしゃってますが、晩期公論に決すべしっていうお言葉が好きなんですよ、でこれ、五箇条の御専門、明治天皇があのおっしゃったことで、要はまあ独裁者、それからまあ当時だから政府ができて、要は薩長で、えー、明治政府ができるけれども、お前らだけで決めるなと、まあ、当時、議会ができたから会議にかけてみんなで決めろと、そういう、まあ、まあうみんなで話し合って決めなさいっていう、そういうお話なんですよね。 それをなもうしきりにおっしゃるんですよで。これってちょっとずるい言葉でこのこ言葉を言うと明治天皇が後ろに来ちゃうから皆さんその言葉に逆らえなくなるんですよね。これはちょっと川勝さんの使い方として、えー、ちょっと卑怯です。はい、でですよでところが川勝さんっていうのは愛読者が毛沢東五六で,でなおかつ今盛んに中国から観光の誘致をしようとして、えーかうん、中国の 飛行,があの飛行機が航空会社にはあのーまあ、なん保証金を出して飛行機とばさせてたんですよ。まあ、今止まってたから今はどうか知らないですけど、あの例の空港、新空港を始めた時にそうやって、えー、中国の航空会社と契約したんですよ。ね、で毛沢東語録が好きで習近平と並んで写真撮って、習先生は大変喜んでくださいましたみたいなそんな話を言ってるんだけど。 中国って晩期高労に決さない国ですよね。この晩期高労に決するから最も遠い国じゃないですか。今、ロシア、まあ、あの小さい国がほかにあるにしても、まあの、ロシアと中国は。それが今、世界的な問題になってるんでしょこれ言ってること矛盾してますよね。この田代ダムの取水案抑制っていうあの案は、そもそもこの高楼によって、 え出てきた案であるし、皆さんが考えてその知恵を出して出てきた案なんですよ。それを潰そうとしてるんですよ。おかしくないです？川勝さんって矛盾してません？静岡県の皆さん、あなた方の選んだ知事はこういう人なんですよ。いつもなんか強行的にその県民の利益を代表して守るのためになんか抗弁をしてますけど、実はこんな人ですよ。 矛盾だらけですよ。どう思います？もうね、JR 東海ももう堂々と振る舞ってほしいんですよ。穴掘ったらそんなのねトンネル掘ったら水は減ります。そんなしょうがないじゃないですか。か減ったら減った分だけ後で戻すこと考えましょうでいいじゃないですか。でもあの会に卑屈なのやめてほしいんですよね。もうあの国家プロジェクトを今なさってるんですから自信を持ってもっと会議に出て。 水が減ること何が悪いんだぐらいの勢いでいきましょうよ、もう。うん、もうさ、ちょっとあの方がもう言えないんだったら、ずっとさ、国交省、JR もと人選ちょっと変えたほうがいいですよ。もうちょっと、こう、なんだろうな、あの、リベート得意みたいな人出しちゃったほうがいいんじゃないですかね。<laughs> とにかく、リニアの成功は、日本経済の、も,もしかしたらあ、あの、起点あの、今、どん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 こう落ちてってるけど、そこの、そこを打つかもしれないんですよ。 これ先進国の交通をもう日本のリニアが席巻するかもしれないんですよ。これって貧乏な国は、多分貧乏な国って言ったら失礼ですけど、そういう国では運営できないですよ。電力も非常に必要だから、やっと電気を起こしている国は無理ですから、そうするとアメリカとかヨーロッパとかそういう国で作るようになるんですよ。金持ってる国にセールスできるんですよ。それをみすみすチャイナに取られる必要ないじゃないですか。 この辺の,あの基礎事実だって全部盗まれたって言われてるし、もう頼んますよ、国交省も、あのな,なんだっけあの、国交省の大臣、えーと、公明党の大臣、斉藤さんでしたっけ。国交大臣、国交省、今、どなたでしたっけ。ねえ。 斉藤大臣ですよね。さそう、斉藤て鉄夫。いいじゃないですか、鉄夫。鉄の、鉄の夫。ね。鉄道リニアに、ね。うってつけの、もういい,いい、表してるいいお名前じゃないですか。ぜひですね、えの斉藤さんもそ、あの、抜く、今何なさってるんだろう。何してるのか分かんないけど、あの、一生懸命、J、あの JR のね、 あの駅名表示だから車内表示を何カ国も入れてないで、そんなことよりこっちが先ですよ、こっちが。JR 東海というと、私がですねえ静岡、私、こう見えて、お前崎でボードセーニングあのしてました、当時、ファンボードって言ってましたけど、あそこで波に巻かれて、ぼろぼろになってましたけど、その時代が JR 東海はあの輝ける会社でした。 あのこれシンデレラエクスプレスっていうんですけど、若い方々ご存じないかなあの、クリスマス、要はそういう休み時期になると、えー、出張していた彼氏が東京に戻ってくると、それを出迎えるあのクリスマスの彼女たちの物語ですよ。もっと景、ね、気いい話をしてたんですよね。プレゼントも買ってたし、あのもっとドラマもね、もう華やかで良かったんですよ。それが毎年、これ4年ぐらい続いたのかな、4、5年続いて。 この年山下達郎の歌に載せて、これね、後でちょっと YouTube にも残ってるのありますんで、リンク貼っときますんで、JR の方もですねこれを見て、もう一回思い出して、えーねえー、たった40分、で名古屋から1本で来るし、大阪からも1時間そそそそこそこでしょ、これがまたできるんだから、もうちょっと景気のいい日本にしましょうよ、なもうなんか、穴開けたら水盛るとかなんとか言ってないです、下に出た水は戻しましょうよ。 昔と違っってても上がってるんですから、はい、私がです、ね、東京都民のくせになんでこんな静岡の話ばっかりしてるんだと言いますとさっきも述べましたように静岡ではだいぶお世話になって遊んでいたしそのあのウィンドサーフィンした帰りには御、ね、前崎のお定食屋さんで鉄火、えーね、丼美味しかった、はい、それから季節の頃にはあの当時はねカツオ1本あの買ってあのお土産に買って帰りました。 伊豆もです、ねあのー、サイクリングでよく行きまして、伊、え、豆、ー、に知り合いもありますということで,です、ね、この静岡県のことが一言に思えないんですね。はい、というわけで、多少でシャパリではございますが、まだ静岡の話は連れてまいりますあ続けてまいりますということで、えー住民あのー、住民投票じゃないやあの、リコール、静岡県知事のリコールですね、ぜひですね。 あのー、まだネット署名ですけど、静岡県の方もそうでない方も署名できます、はいあのー、たくさんの票を集めてできたらこうすごいい、あのー、少しお金入れることができるんですね、活動のもとにすることができるので、えー、皆さんもぜひ、ねあのー、そちらにイコールにポチっとして、まあ、もうポチだけでいいです、もうしてくださいということで、えー、本日の話は、えー、動画、これにて終了いたします。ありがとうございました お疲れ様でございました。はい、失礼します。